長月は日本海軍の駆逐艦、六月型駆逐艦の8番艦である。同盟艦に初代上風型駆逐艦の長月があるため、こちらは長月や長月2などと表記される。艦名は陰歴で9月のこと、1923年度計画艦。1924年11月10日、東京石川島造船所で建造される。 予定の駆逐艦に第30号駆逐艦の艦名が与えられ、同日付で第28号駆逐艦、第29号駆逐艦、第30号駆逐艦、第31号駆逐艦は一等駆逐艦に類別された。本艦は1925年4月16日に、気候1926年10月6日、浸水1927年4月30日に、 竣工した。その後、九百二十八年八月一日付で、第三十号駆逐艦は、長月と改名された。九百三十七年からのシナ事変により、中止南市方面に進出する。また、普通新中作戦に参加した。座礁して、大破放棄された長月。1 9 4四年撮影太平洋戦争では、同系艦である、さつき。 ズ月、ふずきと共に引き続き、第22駆逐隊を編成し、第5水雷戦隊に所属した。初戦の南方作戦におけるフィリピン攻略戦、乱印作戦に伴うジャワ島攻略戦、バタビア沖海戦などに参加する。3月下旬、第22駆逐隊は、陸軍第16軍のジャワ第2次輸送任務終了後、主体への合流とクリスマス姉妹の進出を命じられた。 3月31日、第16戦隊指揮下で、占領作戦に従事していた第4水雷戦隊の、軽巡、中が、米潜水艦の雷撃で大破。第22駆逐隊、第2小隊は、ナトリ、ナツグモ、ミネグモ、天津風と共に退避する、中救援に赴き、同艦を護衛した。1942年4月10日に第1海上、護衛総隊に編入され、 南西方面で戦乱護衛に従事した。12月10日、第22駆逐隊は解体された。その後、長月、佐月、ふずきは南東方面部隊の加齢により1943年1月20日府で第8艦隊、外南洋部隊に編入。同月末からのガダルカナル島撤収作戦に参加した。第一回作戦では駆逐艦、牧波が 中発したため機関を白雪に変更して作戦を続行。他に駆逐艦、剣雲が嫌いによって沈没したが、撤退作戦は成功した。警戒隊として参加した長月、佐月は昼間対空戦闘を実施、夜間白地警戒中には米軍魚雷艇と交戦した。2月4日、日本海軍は喪失した剣雲と損傷した巻波の大艦として駆逐艦、浅雲、 サミダレを増強。川内、牧波、夕霧を支援隊として第2回撤収作戦を実施する。午後2時、マイフーは米軍機の攻撃を受け、資金弾により航行不能となる。長月は監首破損のマイフーを後ろ向きに栄光し、ショートランド白地に被退した。2月7日の第3回作戦も第2回作戦とほぼ同兵力で実施され、 途中、磯風が爆撃により、中波、救援のためにまた、長月が派遣された。だが、磯風は、途中で、自力航行可能となったため、航風と共に被体、長月の磯風救援は、取りやめとなった。今まで警戒隊としての参加だった、長月は、第三次撤収作戦で輸送隊となり、ガダルカナル島で陸兵を収容、無事に帰島した。二月、 長月は第41師団主力を東部ニューギニアのウェワクへ輸送する兵3号輸送に参加。2月3日にサセボを出撃。輸送部隊は4つに分かれており、2月14日に長月は第3輸送隊に編入された。第3輸送隊は2月21日にパラオから出発し、2月24日にウェワクに着いた。揚陸は成功し、輸送部隊に 被害はなかった。2月25日、うず型4隻で、第22駆逐隊が再編成される。3月1日時点で、第22駆逐隊は、第8駆逐隊、第11駆逐隊、第19駆逐隊とともに、第3水雷戦隊に所属していた。だが3月3日のビスマルク海海戦で、駆逐艦白雪沈没時に、木村司令官は不詳、負傷。 三水戦司令官は、江戸平太郎少将を経て、秋山照郎少将に変わった。3月7日から9日、朝雲、摂風、長月、浦波、四季波は、コロンバンガラ島への輸送任務に従事。横七徳渋滞一個渋滞や弾薬などを、揚陸した。3月13日から14日にも、朝雲、摂風、長月で、コロンバンガラ島輸送任務に従事。 横七徳本部などを擁陸した。3月15日、佐月、長月は、鶴見半島へ、第101設営隊の物件を輸送した。3月中旬、第8艦隊は、長月、ふずき、さつきを、平井付設艦に改造することを申請した。また、高速小型輸送船に、いる輸送力強化を要すと要望している。3月30日に、ふずき、長月、 サツキ、ミナズキは、フィンシュハーフェンへ、陸兵約800名と、物資80トンを揚陸し、約600名の高層者を収容して帰還中に、B、B-17 型重爆の攻撃により、フズキが若干の損傷を受けた。4月2日、再び、フズキ、長月、サツキ、ミナズキは、フィンシュハーフェン輸送機都市カビエを出撃するが、B、B-17 の爆撃で、 フズキが死金弾により過失浸水の被害を受ける。一旦カビ園へ引き返すが、4月3日の空襲で、同行停泊中の従順洋艦、アオバが大破、格座した。二の方によれば、ダンピール海峡で照明弾を落とされ、フィンシュハーフェーン揚陸を断念して、カビ園駅頭。すると、カビ園は夜間空襲を受けており、すでにアオバが炎上していた。 第22駆逐隊は、カビエン入港を中止して、ラバウルへ向かおうとしたところ空襲を受け、フズキ機関室浸水の被害を受けたと改装している。アオバ、フズキは、別々に内地へ開港され、修理に従事することになった。4月7日、サツキ、ミナズキ、ナガツキは、目的地を変更して、ラバウルから、再び出撃し、8日に、ニューブリテント生誕。 つるぶへ兵員などを揚陸した。ラバウル方面の制空権が失われる中、南東方面部隊は輸送作戦を続けた。5月上旬の月ツアを狙って、第65旅団などのつるぶ輸送が計画され、第1回部隊は5月4日ラバウル発、5日未明に揚陸したが同地での終停不足のため、大量の揚陸ミサイル物件を出す。そこで、残りの輸送は7日、8日、 10日、11日の4回に分けて行われることになった。長月は8日と11日の輸送に従事した。この輸送では、第65旅団と海軍兵を輸送、陸兵465名を構想した。5月23日、長月、宮月は、スルミ輸送を実施、海軍220名、陸軍270名を収容して帰還した。 5月28日午後4時、長月、水月、つ月は、コロンバンガラ島輸送のため部員を出撃したが、午後8時頃、ブーゲンウィル島南東沖合の暗礁で、長月とつ月が座礁した。つ月は自力で脱出。水月の救援により、長月は29日午前4時頃離床に成功した。長月の損傷は警備だったが、札月は修理が必要となり、 戦線から離脱した。長月と水月の二隻は29日夕国に再出撃、米軍機の直接により部下島へ、機体、待機した後、31日シニアコロンバンガラ島、到着。南東市大司令部を含む人員船59名、物件1ャットン、燃料49缶を揚陸し、構想者421名を収容後、 米軍機の空襲を振り切って6月1日部員へ帰島した。6月2日にも、長月と、みな月は、自民479名、物資40トン、燃料60缶を、コロンバンガラ島へ揚陸した。6月6から7日には、もち月と、6月8から9日には、さつきとラバウルから鶴笛への輸送に従事した。6月29日、長月、みな月、三日月で、 コロンバンガラ島輸送作戦実施のためラバウルを出撃するが、敵機の夜間空襲により揚陸は中止された。1943年6月30日、米軍はレンドバ島に上陸を開始、ニュージョージア島の戦いが始まる。当時の外南洋部隊水上部隊は、ラバウルに、秋月型駆逐艦、機関、新月及び、餅月、さつき、夕ウナギ、ブカニ、 初雪、部員に、長月、みな月、三日月が停泊していた。秋山司令官は直ちに出撃したが、天候不良のため直卒部隊と先行部隊は合流できず、それぞれ7月1日午前0時頃、連戸ド島西方海面に進出したが米艦隊と遭遇しなかった。7月2日夜、秋山司令官は、直卒隊と陽動隊を率いて連戸ド島沖合に、 突入した。だが米艦隊は出現せず、日付変更後に、米軍魚雷艇の来襲と米軍機や艦空襲を受けて襲した。米魚雷艇は魚雷合計6本を発射したが外れ、その後逃走している。その頃、米軍はニュージョージア島へ上陸を開始、日本軍は急遽コロンバンガラ島へ増援輸送を実施することになった。第1回輸送部隊。 第2回輸送部隊が編成され、第1回輸送隊は、陸兵線300名と大発動艇15隻分の物資を搭載して7月4日、有国部員を出撃した。22時15分、クラワンを南下中に、陸上砲台と交戦中の米艦隊を発見し、夜間大撃を実施する。この米艦隊は実際は、洋艦隻、駆逐艦隻で、 巨雷一本が命中した、駆逐艦、ストロングは沈没した。だが、揚陸作戦そのものは断念するに至った。7月5日、南東方面艦隊司令長官、草勝富一中将は、増援部隊全力によるコロンバンガラ島輸送を命じ、秋山山水船司令官は新たに、影楼型駆逐艦2隻と、白露型駆逐艦1隻を編成に加える。 秋山少将実機卒隊、第一次輸送隊、第二次輸送隊という部署であった。同日夕刻第三水雷戦隊は、ショートランド白地を出撃、コロンバンガラ島到着直前の2348より、ウォルデンエルエインズワース少将を率いる、米艦隊と交戦する。新月、両風、谷風、雨霧、初雪が、放線魚雷戦を展開する中、 長月、札月は、揚陸地へ向かうも7月6日0046に、長月は座礁してしまう。座礁地点で、長月搭載の物資兵員を揚陸後、札月による、長月栄光を試みたが失敗。札月は午前4時以降作業を中止して、本来の揚陸地へ向かい、その後コロンバンガラを後にした。長月は、昼間の空襲により損傷を受け、放棄されるに至った。 長月の他にも、秋月型、新月が沈没、前、乗組委員と、秋山少将以下第三水雷戦隊司令部は、総員戦し、他の駆逐艦も損傷した。米軍は、軽巡、ヘレナが沈没した。7月7日、座礁中の、長月は入場時や方面防備部隊に編入。翌8日、第22駆逐隊司令駆逐艦は、佐月に変更された。 11月1日、駆逐艦、長月はう木型駆逐艦、第22駆逐隊、帝国駆逐艦席のそれぞれから除籍された。長月の残骸は座礁地点に放置され、長く残存していたが、塗料が焼けたこともあり、風化が早く、現在は崩落して沈んでいる。ソロモンでの内戦の際に、鉄を得るために船体を爆破したという現地人の証言がある。 長月の事象は、現地人により保管されており、日本に持ち帰られた後、その存在を知ったクレ地方総監のつくと、達尾海省の尽力により海上自衛隊に引き渡され、収益間もない護衛艦長月に装備された。艦長たちの軍艦誌257から258ページによる。高山中造中佐、1926年12月1日。 高山中蔵中佐、1927年4月30日から1927年11月15日。柏木栄中佐、1927年11月15日から1928年12月10日。山口常太郎少佐、1928年12月10日から1930年12月1日。平井安次少佐。 1930年12月1日から1931年11月2日、藤田俊造中佐。1931年11月2日から1933年11月15日、山田祐二章佐。1933年11月15日から1934年5月15日、田中城章佐。 1934年5月15日から1935年11月15日、原田明一少佐。1935年11月15日から1936年12月12日、磯筆佐主研は商作。1936年12月12日から1937年12月1日、金田清志商作。 1937年12月1日から1938年12月1日、本倉正義少佐。1938年12月1日から1939年10月15日、塚本守太郎少佐。1939年10月15日から1940年1月25日、足田部一少佐。 1940年1月25日から1940年9月1日、仲間対サム少佐、1940年9月1日から1940年10月15日、柴山和夫少佐、1940年10月15日、二の方、見分大位、1942年4月15日、古川亀夫少佐、1943年6月1日、 ありがとうございます。